今日のおっさんの晩ご飯はまたペヤング超特盛り納豆入れます。あと山芋焼きとチキン2本です。今日城ヶ島から今帰ってきました。で、一応コミュニティにもあげたし、ちょっと緊急で兄ちゃんの動画あげたんですけど、実はみーちゃんエリアのなんか広場っていうか、一応県の所有なんですけど、あの緑がすべて刈られたんですよね。で、刈られて、もう猫ちゃんたちが逃げる場所がないんですよ。で、それは毎年のことなんでいいんですけど、今日朝自分がみーちゃんみーちゃんって何度も叫んでるのに来なかったんですよ。で、なぎさちゃんも来なくて、不思議じゃないですか。絶対いつも来るのに。で、すぐボランティアリーダーさんにメールして確認したんですね。で、ちょっと待ってくださいね。で、そうしましたら、なんか、その、夕方、晩ご飯の時には、みーちゃんもなぎさちゃんも来たらしいんですよ。ただ、なぎさちゃんが怯えて、ずっと隠れてたらしいんですよ。で、今まで、ボランティアリーダーさんに対して、そんなことはなかったんですよね。で、多分、その虐待する人間が3人らしいんですよ。いつも言ってる子猫を殺した、海に投げて殺したっていう干物屋のじじいで、もう一人は先週俺に餌やるなって言い出したなんかわけのわかんねえ小太りのおっさんで、もう一人はなんか甲高い声でクレーム言ってくるらしいんですよ。その俺はまだ会ったことないんですけど、ボランティアリーダーさんに。ただその人はその草、刈られた草のところは県の所有なんで、漁港の人間はそう何も言えないんですよ。なんで あげるんならそこにしてくれっていうふうに言われたらしいです。で、多分そいつらが虐待してんじゃねえかと。納豆かき混ぜます。で、以前、その、なんだっけ、着物屋のじじいが、歩いてるだけで、もーちゃんって人間が本当に好きで、すぐ甘えてくるんですよ、初対面の人でも。で、そのもーちゃんが逃げ出す。で、その時もみーちゃんもいたんですけど、みーちゃんもダッシュで逃げ出したんですよね。で、ね、今までそんなことなかったのが、そういうことがあったわけじゃないですか。で、今日その、ね、動画に上げた時、みーちゃんがすごい寂しかったのか辛かったのか、必要以上に俺に甘えてきたんですよ。で、今までそんなこと最近なかったんで、多分漁港のおっさんから虐待を受けたんじゃねえかなってちょっと思ってます。で、それはボランティアリーダーさんも同じこと言ってました。だからそれはね、自分ボランティアリーダーさんも見てるわけじゃないじゃないですか。とお湯捨てます。そうだからね、なんかコメントにもありましたけど、証拠を取ってね、それを県に訴えることはできるんですけど、見てないんで何もできないんですよね。そこがね、歯がゆいんですよ。で、今日もそのみーちゃんみーちゃんって叫んでる時に、城ヶ島マリーナの壁に寄りかかって自分言ってたんですよ。で、そしたらその先週俺に喧嘩売ってきた小太りのおっさんがいたんですよね。ずっとこっちを見てたんですよ。だからなんか嫌がらせでもしたのかなって。俺はもうこれからもできる限りのことは守ります。みーちゃん、そしてね、なぎさちゃんもむーちゃんも結局ね、何もできないその立場の弱いもの、動物を虐待。俺そういうの一番嫌いなんですよ、本当に。やっぱさね、前にも言ったと思いますけど、俺らは
そう、中学時代、大宮市立桜木中学校でそういう風に学んできたわけだから、先生からも仲間内からも、本当に一番喧嘩の強いしんちゃんも、2番目に強いかいほちゃんも、みんないじめなんてしてなかった。みんなで助け合って、だからまあ今で言う陰キャ陽キャ、関係なくみんな仲良かった。小学校の時も本当に許せない、絶対あるんですよ。だからやっぱりそのボランティアリーダーさんも言ってたんですよね、その漁港でも、でもメインの方はあのね、あの猫大好きな元あの組合長がいるんで、あの猫をいじめるってことはまずないんですよ、あの文句言ってくる人も。ただこの東側ってあの猫をどうにかしようとするやつらが多いんですよね。そのなんだっけ、あの肝ねあのジジイにしても、本当に腹立つんですよね。どうにかして助け出したいんですよね。あとあの今日あのもう動画にもあげましたけど、あのミルクティーとニャンニャンのエリアあるじゃないですか。であれボランティアリーダーさんがもう朝見てくれたらしく、もう多分次回から行かない方がいいよって、時間の無駄だよって言われました。あのやっぱほら俺面識がないじゃないですか、あの猫ちゃんたちと。だから多分いても隠れる。あ、まあまあ確かにそうだよなって。そうだからその分ね、みーちゃん、まあでもね、みーちゃんもこれからもう隠れる場所がないから、あのもうね、昼間その朝か、俺がみーちゃんって叫んでももう多分来ないと思います。で一応そのなんだっけ、あの横須賀から来るボランティアの人にあの言っときました、あのもしそういう時があったらまた夜あのお願いしますと。で今日はまだ動画に上げてないんですけど、あの緊急で動画撮ったのがあるんですよ。その何、漁港で夕方ボランティアのリーダーさんとかとみんなで、まあみんなご飯あげるじゃないですか。でそっからあの岩場に向かう時のあの喫茶店、メイン駐車場の喫茶店の前の猫ちゃんたち、いつも隠れるんですよ。それが今日俺が歩いてたら、茶代ちゃんが急に俺に突進するように来たんですよ。ニャーニャー泣きながら。そしたら他のサビ猫ちゃんとかみんな俺に近づいてきて、これ絶対お腹空いてるじゃないですか。で本当はみーちゃんに取っといてたカリカリコンボをもうしょうがないから全部あげたんですよ。それでも足らなくて、で横須賀からのボランティアの人からもカリカリ分けてもらって一応あげました。でみーちゃんの分は一応押さえで俺コンボじゃねえや、シーバを3本持ってたんで、シーバをでムーちゃんもいて、渚ちゃんもいて、でみーちゃんもいたんで1匹に対して1本ずつで、まあ時間なかったんで一応チュールも1本ずつあげました。あとは動画またあげます。では今日の晩ご飯は納豆ペヤングと、あと冷凍の山芋焼きと、あと今日は半額だったんで、チキンカロリー低いんで、チキン2本です。ではいただきます。